イーストマンウィンド・アンサンブルはアメリカの吹奏楽団フレデリック・フェネルの指導の下、吹奏楽の地位向上に寄与した1950年代からのマーキュリーレコードからの数多くの録音と演奏旅行で各国の演奏団体に影響を与えたメンバーはイーストマン音楽学校の在学生と OB、OG を中心に構成されている第四大指揮者のマーク・スキャッタデイさんと埼玉県 越谷市立東中学校吹奏楽部の子供たちの奮闘物語感動の涙なくしては見られない渾身の吹奏楽愛情物語が放送されています。NHKBS に2018年奇跡のレッスンイーストマンウィンドアンサンブル楽団が9段階4代指揮者マークスキャッタデイさんによる埼玉県越谷市立東中学校吹奏楽部 アパラチアン助曲のレッスン風景ドキュメンタリーでは、マークスキャッタデイさんの溢れんばかりの音楽愛によって万年銀賞の、公立中学校の吹奏楽部の子供たちが、お互いに足りないところを補い合いお互いの音をよく、聞きながら演奏することの楽しさに目覚め、7日目に開催される演奏発表会までに、右与曲折ながらもマーク先生と、子供たちが心を一つにして練習をこなし、 渾身の演奏を果たすという感動の場面に出会えます。発表会まであと3日というタイミングで、当時も威を振るったインフルエンザのために7人もの欠席者を出して、演奏会どころかその日のレッスン開催も危ぶまれます。マーク先生と子供たちは限られた境遇で大胆に知恵を出し合って、お互いに助け合いながら切磋琢磨しながらとうとう、感動のフィナーレを迎えます。 心が現れるマーク先生と子供たちの奮闘物語です。ありがとうございます。